はい、カカオ収穫のお手伝い。はい、こっちはなんか木に登ってなんかやってますけどね。お兄ちゃんは棒を使ってパラなんかカカオの大収穫祭みたいになってますけど、あっちもお兄ちゃんが。子供たちはね、落ちたカカオを拾って拾ってカゴの中に、カゴの中に。はい、あおちゃんお疲れさん、ご苦労様。いっぱいやな、まだまだ出てきそうやで。うわー、落ちてきた。うわー、落ちてきた。すごい、すげー。なんかパパ子供みたい。おー、落ちてきた。いっぱいここに実がついてんのかな。はい、私はもう撮影だけで全然手伝いませんけど、はい、わからん。置いといて。今何時ですか。あ、何時やろう。今これ時計見えへんわ。でも多分ね、まだ断食のご飯食べてないから6時にはなってないな。5時台やと思います。悦子さん、オーストラリアからありがとうございます。なんか突然カカオの収穫が始まったからね。ライブ配信してるんです。最初はね電気使ってたんですけどね。あのさっきこれ、この街灯を作ってたんですよ。電気まで作るっていうね、手作りライト。はい、なんかその後カカオの収穫が始まったんです。明るいです。そうなんですよ。何時ぐらいまで明るいかな。6時過ぎぐらいまで明るいのかな。6時過ぎたら一気にちょっと暗くなりますけど。監督、お母さん監督、いつも。日中暑いからね、なかなか動けないんですけど、夕方になると涼しいから、みんな一気に活動的になるというか。なんとも野生的な感じですけども。ここにもいっぱいあるで。ここほら。そろそろね、お腹が空いてきて、断食中なんで。そう、断食はね、プアサって言うんです。まあな、昨日な、あのな、学校の子が教えてくれた。ほんま、日が沈んだらね、ご飯食べれるんでね。あの、飲み食いしてないんで、もうお腹が空いて私は動けませんけど。あと、怒ったらあかんね。え？あ、そう、怒ったりね、そういう感情をコントロールするっていうのも、この断食の時期は。めっちゃ美味しいよ。5月はずっとね、断食。うん、5月はね、1ヶ月間ね、断食。あ、またなんかお兄ちゃんが。こちらもうすぐサバイバル感がいい。そうでしょ、サバイバル感いいでしょ。お兄ちゃんもっとサバイバルなんですよ。このお兄ちゃんめっちゃサバイバル。すごいでしょ。夜の9時ですか、ブリスベンは。そうか。
ふわさ大変大変ですよ。もう私絶対動かれへんわ。こんみんなね断食してんのにこんだけ働いてすごいわ。皆さんもぜひこの村に来てカカオ狩りでも体験してみてください。楽しいですよ。なるべくお腹空かない、喉乾かないようにですよね。そうなんですよ。だからね、昼間結構じーっとしてるんですよ、みんな。私も今日はちょっと久しぶりに昼寝をしました。なんかあまりにもしんどくて結構長かったな。そう、今日結構ママ大丈夫ですかね。ママ大丈夫よ、いっぱい寝たから。あ、そうなんや。ブリスベンでもうちの子供の学校でもふわさしてるお友達います。そうなんや。日本はね、馴染みないですけどね。海外はね、いてますもんね、一定数ね、イスラム教の方がね。あ、学校の宣伝していい？え？学校？うん、何学校？めっちゃ学校楽しい。学校楽しい？うん、みんなもさ、うん、なんかさ、うん、ここ来てほしいね。あ、ここ来てほしいの？そう。それは誰が、誰が？みんな、幼稚園楽しい。誰がじゃなくて、うん、みんな。あ、みんなここに来てほしいの？そう、ここ知ってもらって、ここ来てほしい。ここ来てほしい？だからテレビ出たい。テレビ出たいな。ママのテレビに出てるやん、ほら。あ、ライブね。うまい、うん。インスタもやってるからチェックしてください。そう、えつこさんもいつもインスタコメント、えつこさん今結構コメント来てる、ね。えつこさんもファラちゃんのインスタ見てくれてるな。めっちゃ見てくれてる。な、ありがとう言うとき？ありがとうございます。な、ファラちゃんインスタは毎日頑張って。あんちゃんもありがとうございます。できれば毎日頑張って、はいはい、できれば毎日頑張ってます、はい、今日もまたあげるつもり。あ、ほんと？そんな楽しみにしてるわな、うん、今手痛いの。手痛いの？ここが全然見る。あ、そう、全然外れる。あ、見てまーすって、いつこさんが。ありがとう、ありがとう。どういたしまして。もう私はね、お腹すいたことばっかり考えてるんですよ、これ撮影してますけど。食べることしか考えない。そうやね。もう早く日暮れへんかな思って、みんな元気やな思って。あれ、ママなんでこっちだけこんな黒くて、こっちだけこんなにそんな黒くないの？結構ママ日焼けしたね。あの街灯が光ってんの見えますか？あれ手作りでさっき作ったんですよ。イエーイ、ライト作戦、うん、すごいね、あるもので。お兄ちゃん野生的やわ。おじさんが頑張ってるわ。けのあ、エマちゃんお腹すいた。笑い、かわいいでしょ。もうね、はよご飯出てけへんかなって、そればっかり考えてるけど、みんなはね、カカオの収穫一生懸命やってるんですけどね。そしてお腹を空かせてから食べるってこと言った？あ、そう、うん、嫁は怠け者やから。あ、マキさんライブで見れてありがとうございます。いや嬉しいわ、ライブで見てくれたら嬉しいわ。ここにもいっぱいなってますよ、ほら、めっちゃいっぱい。すごいね。これがもういくらで売れるんでしょうね。これ種中身を取り出すんですけど、どれぐらいね、お金になるのか楽しみやね。商売やからね、これは、うん、このカカオ。カカオって何？カカオとチョコレートなんで最終的に。あ、いくちゃん家族で見てます。ありがとうございます。エマちゃん、カカオの収穫、ミキコさんが危ない。おかしいやつ、そうそうそう、上手に上手に割られへんやつね。そうなのよ、はい。あ、今ちゃん、いくちゃん、うちもそう、みんな家族で見てくれてんの、このジャングルの様子を。
あ、ゆみさん、カカオって言う人、カカオの今収穫をね、みんなでやってるんですよ。ママの仕事の日中は暑いからね。皆さんこんにちは、あうちゃんよ。皆さんこんにちは、あうちゃん。どうですか、子供たちのアピールが激しいんですけどね。はい、だってテレビ出たいやん。そうですか。ここにもいっぱい、ほら。だってな、誰かに言ってもらえてテレビ出れんねんで。これをね、そのままね、チョコレートを作ってみたいなっていうのがね、うん、あるんですけど、ただどうやって作るか、知らん。わからんっていうね、うん。せっかくこんなにいっぱいあるから、作りたいなって。な、作りたい。あ、エマちゃん、こんにちは。あ、アウちゃんって声かけてくれてるよ。アウちゃんって。そうですか。あ、あゆみさん、ダーリンと見てるよ。ありがとうございます。いや、みんな、あ、そっか、みんな、夜やからちょうど家族団らんの時間か。こっちはね、日本時間より2時間マイナスの時間なんですよ。だからね、まだ明るい。えつこさん、この前カカオバター買ったら味がしなかった。あ、そうなんや。そう、だからカカオバターもね、作ってみたいしね、なんか、いろいろ作れそうな感じがするんですけど、こっちの人たちはね、カカオバターとか、全然知らん。皆さん、こんにちは、はいはい、うちゃんです。いや、わかりました。ママはね。はい、わかりました。ママはね。そげんば。ママはね。ちょっと待って。いくちゃんが、息子がこれ昔なんて、昔、ね、そうそう、昔はね。パパ、どうしてるの？あ、そうですか？子供たちの、前のめりが。おじさんが頑張ってね。おじさん、すごい。え？あ、おじい帰んねんて。ダダー。おじさん、バイバイ。あうちゃん、応援してるよ、やって。応援入ったわ。ありがとうございます。次んば、次んば。何？いつも、ママのお仕事の人に感謝してる。あー、ほんと。うん、だって、ママのお世話とかもしてる。お世話じゃないけど。うん、そうやな。で、いっぱいインスタの応援してくれてるしな。うん、おじい帰るわ。おじいは野生的やけど、旦那はまだやっぱりちょっとこう日本食がの、日本の色が残ってるけど。食べたいな。焼肉食べたいし、寿司食べたい。あ、あうちゃん幼稚園どうですかって。あ、楽しいですよ。お友達できました？もういっぱいできてる。あ、今度はあのインスタに写真あげようか。うん、インスタに写真あげたら。あ、小野さん、みんなで見てますということで、ありがとうございます。カカオ狩るだけ買って去ってったよ、おじい。かっこいいな。かっけー。かっこいい。すごいな。あ、ちささん、こんばんは。ということで、こんばんは。ちょっと最後にみんなに見といてもらおう。皆さん、こんにちは。うちゃんです。この街灯ね、この街灯を見てほしいんですよ。手作りの街灯なんですよ。今ね、あのまさにあの木を切ってですね、あの夜がすごい暗いということで電気を作ってくれ、この電気はね、このあの中からまあ当たり前ですけど引っ張ってるんですけど。そういえばさ、あんちゃん触ったらあかんで、危ないで。停電になったらは？あ、停電になったら無理やけど。そう、でもなんかここに街灯あったら満天の星空が、どうなんやろうね。まあ、でもね、電気ない方が星は見えるからな。なあなあ、ママ、うん、あとジャングルのやつ映して、ここバーって。はあ、あちささん、手作りすごい。そう、手作りね、私もね、すげえ作れんねやーと思ってね、感心して見てたんですよ。はい、ちょっとね。はい。エマちゃん、DIY だらけ。そうそうそう、もう DIY しかないよ。はい、子供たちがね、一生懸命。こんにちは、あちゃんです。その街灯、めっちゃ嬉しい。ミキコさんの気持ちがした。伝わりますか？何回も言ってんねん、これ。ほんま、めっちゃ嬉しいわ。あ、そう？どうぞ。何やねん。カメラ向けたしかね。みなちゃん、こんにちは。クッチおります。クッチン？あ、クッチンね。猫ね。猫さんがね、いますよ。猫はクッチン。あ、いくちゃん、ここで MacBook 開いたりするんだよって言ったら、夫が驚いていて、Facebook ライブできてる不思議は、ちょっとしたバカなんかな。いや、ほんまにね、あの、ここで、これなんです。どれどれどれ？これね。
これあれ燃やしてゴミとかね全部ねあのゴミ収集がないから自分たちで燃やすシステムというか燃やすようになってるんですよね。あとは YouTube で見てください、うん、街灯作れるとか生きる力感じますよね。そうなんですよ、すごいねこの作ってる姿を見てね、なんかもう本当に何でもできるなんていやこっちの人たち本当に生きる力がすごいなっていう思いますよ。本当に鶏は話がいい。いやー日が暮れてきたよ。私は何より嬉しいのは今からご飯が食べれるということなんですよ。私はご飯、ご飯やわ。もうご飯、多分もうご飯やで。ご飯やから。あ、バナナも育ててね。あ、そうそう、バナナ。あの大きい葉っぱ見えへん。こっからやったらちょっと見づらいかな。あのね、なんかちょっとカカオの間にある大きい葉っぱはね、バナナなんですよ。ちょっと突き出てるやつ。あとはアボカドも一応あるんですけどね。あとエマちゃん。宣伝上手、続きは YouTube でって笑い子供たちの適応能力、ほんとね。どう？楽しい？楽しい。日本に帰りたい？帰りたいっていうか、日本食があったらいいなって思う。あ、日本食ね。お寿司が食べたい。そう、だからやっぱ不思議なんだ。あと唐揚げ。唐揚げママ作ってあげる、醤油あるから。そう、だから食だけはどうしてもね。ハンバーグな、うん。辛いのにも挑戦してみた。そうやね、辛いのにも挑戦しよう。辛いの食べた。うん、辛いの食べ。もうね、こうやって喋っててもね、ママはね、わかる？食事のことばっかり考えてる。あんちゃん、めっちゃ早い。早い。ね。もう断食してるから。あ、悦子さんが日本食は私も思う。悦子さんオーストラリアからね。うん。やっぱりね、食だけはどうしても日本食がね。恋しくなりますよ。ナゲット辛いの食べれた。ナゲット辛いの食べれた、うん、すごいやん。あとな、うん、あのな、よーしゃべるなあんた、ここぞとばかりに。だってしゃべるのが趣味。あ、そうなママと一緒やな、うん。あ、エマちゃんまだラマダン中。そうなんですよ、日が暮れたら ね食べれるんですよ。もうちょっとエマちゃんはね、うん、そうですか。あ、ミミさんありがとうございます。自然いっぱいやね。そうなんですよ、自然いっぱい。バイバイ。カカオ狩りしてた。あ、もうさっきの続き忘れてる。何、さっきの続きって何？え、あと、もう自然がいっぱいで、うん、木から空気出てるやろ。うん、酸素か。木からな、そうやな、出てるな、感じる。バイバイ、あんちゃって。もうなんか、なんていうの、なんかもう気持ち、ジャングルの空気を感じますか。うん、なんかママが言ってた、森に入るといいって。だからジャングルも森と一緒やから、うん、うちらは健康って。健康、そうやな、そうやな、ほんまや。あ、今ちゃん、そう、日暮れが待ち遠しいです。もうおはよう、日暮れてくれへんかなって。あ、でも月がね、出てきたからね。あ、見えへんかな。あ、見えた。三日月なんかな。三日月やね。そうね、もう月が見えてきたから、いよいよ。あんちゃんの口見てください。食べてるし、子供はね、あの、やってないから。あの、12時までやってんの。何が断食。ああ、明日からやんねん。明日からやんの？ちょっとな、今日まではな、あの、ちょっとな、うん、あの、学校やったから。まあ、明日も学校やけど。うん。あ、いくちゃん、夫、コメント、ツーストの音、あ、二輪だ。そう。エマちゃん、うちらは健康を間違えない。そうなんですよ、なんかね、健康的、あの、すごい健康的になってね、肌のツヤも良くなってきたんですよね。えつこさん、早う日遅れてくれ。ほんま早う日遅れてくれ。でもちょっとなんか、あの、なんていうの、聞こえてきたから、あの、なんていうの、アザンが聞こえてきたから、多分ね、あの、そろそろですよっていう合図やと思います、うん。じゃあちょっと、家の中で、ご飯の支度をして食べた。またやる？あれ、あれしえへんの？あの、市場じゃない、あそこ回ってバーってライブ配信。あ、するする、またね、後でライブ配信しましょう。バイバイ。はい、じゃあ皆さんありがとうございました。あおちゃん見えへん。あおちゃん見えへん。はいはいはい。最後に喋らせて。はい、どうぞ。めっちゃしゃっぱいって、
喋ってごめんなさい。あとママ、あとなんかママの喋る番が少なかったの。わかる？ママたちが喋って。うん。うん、いいすいません。何やねんそれ。汚いよ。はい、たし。もういいわ。はいよ。お腹すいた。ご飯食べまーす。またねー。バイバイ。バターどれか知らんけど。バイバイ。